moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。6月6日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサーズスタジオからキウナ名古屋お送りいたします。今日もまたね、名古屋はね、雨が降ってちょっとね、気分が見えるような感じでしたけども、今日から1時間でございます、このキウナ名古屋、ね、気分も晴れ晴れとして、ね、お送りしたいと思います。滑り王子マスクマンでございます。はい、先日は沖縄に一泊二日で行ってまいりまして、運よく台風に当たらずに飛行機全然遅延なく運よく行けたんですけれども、いやー4年ぶりにですね、あのくもじの、番組のですね、オフ会に行ったんですけれども、クルーズ船だったんですけれども、クルーズ船なのに全然夜景の景色を見なくて後で後悔していた味噌煮込みスキーと、あの週末同じくですね、沖縄お邪魔してたんですけども、ですね、私初めてやったことだったんですけども、ジャーキーズバーガー2日連続行ったという、そうはい、いや実は1日目はドリンクだけだったんですけども、十分ですね、ハンバーガー屋さんなんですけども、ドリンクとあと揚げパンでお茶もできるなと思ったダンサーズでございます。はい、こんな3人がお届けします。今夜のテーマは興味津々。今夜のテーマは興味津々です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリまたはマイチューナラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日は電話ゲストコーナーがあります。本日の電話ゲストはリテールクリエイト社会保険労務士法人安彩香さんになります。22時12分頃からとなります。そして名古屋は栄養コーナーもあります。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプル A と、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、アートワークウェブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町ぐしちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市長田、おやつと軽食の店夢屋、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたします。キウナ名古屋。私ども東海協和の国内物流部は名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え、心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。名古屋市厚田区にあるトリプル A とではフォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071 052-653-0071 までお電話を。名古屋で一番綺麗なシェアハウス、お部屋は全室個室、
プライバシーや距離感を大切にしています。気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。お問い合わせは電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。はい、メールご紹介します。はい、お願いします。はい、先週のね、時間でまだ来てますのでお読みしたいと思います。銭形警部からです。ありがとうございます。昼夜ダブルワークを20年以上やっている私は、ダブルワークを始めた30歳の頃と比べると現在の方がやることが多忙になり、睡眠時間は 4,5 時間になっていることが日常茶飯事になっているためか、心身ともに余裕のない状態が続き、気を張っているので1日24時間では足りず倍の48時間は欲しいですね。あら、すごいですね。どこで倒れちゃいますよ。そこでお三方と、急名古屋リスナーの皆さんにアンケートを取りたいと思います。1日は何時間あれば足りますか。皆さんの回答を聞いてみたいです、ということでございます。はい、続けてメールを読んでもいいでしょうか。あ、どうぞ。はい、ラジオネーム高坊です。高坊さん、ありがとうございます。ありがとうございます。テーマ時間。1日24時間というけれど全然足りません。何に使いたいのか。取りためた番組を見たいからです。あまりにもたくさんあって1日100時間くらい欲しいです。時は彼なりとよく言ったものですが、うん、ということで、すごい、うん、メールがこれちょっと、そうです ね、 ね、うん、そのね、やっぱりね、たくさん、銭形さんは、うん、お仕事何時間あれば足りますか、うん、って聞いてて、うん、そうですね、高坊さんは、うん、1日100時間ぐらい欲しいですと。うん、うん、多いじゃない、あんまりね考えたことないですけど、まあ、この24時間でなんとかね、生きてられるって感じですね。うん、あ、24時間でちょうどいいということ。そう、うん、なんかね、これぐらいのペースでちゃんと、朝起きて、ね、寝る前の時間でね、ちょうど睡眠時間も入れると、で、まあ、これぐらいでいいのかなっていうような。ただね、よく、王子がよく言いますけども、うん、まあ、最近はないですけども、まあ、ネオン街の、ね、お姉さんと一緒にいるときはね、やけに早いですね、時間が。そうだ、うん、これはね、もうワンセット2時間とかね言われますけども、うん、お黙り、ね、ワンセットをね6時間ぐらいにしてほしいもん。お黙り。高坊さんはね、 DVD デッキに録画した番組が溜まってしまってるということで。あ、カッポイさんが1日100時間あったら人間の寿命は何年ぐらいになるんだろうって、うん、そうですよね。あ、埼玉の郷さんはね、うん、50時間のうち仕事は今までと変わらずに、それ以外は時間はプライベート時間。ああ、それいいですよ ね、 あ、まあ、ね、プライベート時間が長いのは、ね、いいですけど ね、 いいですよね。そう、今はね、私も通勤時間が長いので、結局1日のうちの24時間のうちの3時間は通勤に使うわけですよ、はいはい、で残りの21時間でいろいろ、まあ、もちろん仕事の時間を引いたりとかすると、で家のことをやる時間を引いたりすると、うんうん、やっぱりもうちょこっとだけ欲しいかなって感じはしますね。うん、でもね、うん、若い時に比べて、うん、まあ、今この現在の年になってね、時間来るの早くない？あ、でもあります。なんかね、今日ちょっと 日にちを書かなきゃいけないなと思って、なんか5月って書いてて、あ、違う、6月だよって思って、うん、殴られた。もうだってそう思ったらもう半年過ぎてるわけですよ。そうなんですよね、うん、でつい、ね、今のみそちゃんのお話と、ね、一緒なんですけど、うん、5月になったなと思ったらもう6月入ってますから ね、 ね、本当にあっという間で、まあ、それこそ ね、 あね、何、紅白歌合戦見たと思ったらもう、あれ、紅白歌合戦見るのぐらいのね、もうそれぐらいのそれぐらいのペースですよ、ね、え、なんとさん、うん、60時間欲しいって。あ、そうそう、埼玉の郷さん、つき始めある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 ですかね。うん、ほんとほんと。でも今日6日なんですけどね。いや、そうなの、ね、だけどまだね、私は5月って書いてんのよ今
ね ねえそうなんですよね、なんかね早いね。ああ埼玉の子さん、僕はね通勤往復2時間近い往復です。あだから片道1時間ってことか。そう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 本当ですよ。高尾さん倍速で見るしかないって。そうそうそう溜まってるからね標準速で見たいですねって。よくねニュースとかはね 1.25 倍速とかね、はいはいはい、なんかね あのっていうのはありますけどね、あんまり画像っていうかねちょっとそれじっくり見たいのはね、あんまり早いとちょっと内容が頭に入らなそうですよね。あの会社であの、うん、大事な動画見てくださいって言いますけど2倍速で見てます、うん、それでちゃんと、はい、大丈夫、うん、大丈夫です。2倍速そうなんだ、はい、うん、なるほどなるほど。こう倍速にするってことはこの音声はあれなんだよね、まあ、ああいう音ですね。音声もね早めですね。あ音声も早め、ね、あそんな感じなのねそう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 ですか、はい、ねえ、うん、ということで、はい、あとこれ先週のテーマなんですよね。そう先週のテーマです。はい、はいはい、じゃあ今週のテーマでいきますか。あじゃあ、まだ待ってください。ちょっと待って、ゲストですね。そうですね、じゃあ、はい、CM 挟んで、はいやっさん登場です。はい、やっさん登場です。はい、ドキドキしちゃうよ。わお。キウナ名古屋。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。秋のイベントがマラーという皆さん、芋掘り体験は1人700円でなんと 1.59 まで持って帰れますよ。さあ八重瀬町ぐしちゃんの芋畑集合。ご予約お問い合わせは 098-998-4010 ぐしちゃん芋生産組合のあさとまで。おやつと軽食の店夢や。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋はあなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分、詳しい場所は地図アプリで検索。リテールクリエイト社会保険労務士法人は経営者様のお困りごとを多角的に問題解決します。従業員に関するお悩みに寄り添います。お問い合わせは電話 03-5357-1182 まで。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。はい、電話ゲストコーナーです。1時間後初の電話ゲストになります、はい。本日はリテールクリエイト社会保険労務士法人代表やすさやかさんです。こんばんは。こんばんは。こんばんは。なんかこの社名で紹介されるのがすごくなんかちょっとなんかむずがゆい感じ本当そうですね。まあはい、また別のお名前でも一度ご紹介ということで自己紹介の方お願いいたします。はい、はい、改めましてコンビニ社労士のやすさやかと申します。会社はリテールクリエイト社会保険労務士法人という社会保険労務士法人をやってます。お三方が社会保険労務士法人というのが結構大変そうだなと思っていてありがたいなと思っておりますけれども、コンビニ業界に特化した人事労務の専門家として活動しております。
この度は1時間拡大おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。私もですね、はい、あの間違えちゃいけないかといけないなと思いまして、Q シートを改めて読みましたけどもありがとうございます。いえいえ、あでもあの、まあ、社会あの 社会保険士さんということは社労士さんなんですけども、あの実際あれですね、あの金曜日で番組されていらっしゃいますよね。はい、ありがとうございます、はい、いつも皆様コメントをくださってる方も多いと思うんですけど、コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオというラジオをやっております。ありがとうございます。よく、はい、よく存じ上げております。ありがとうございます。いつもコメントくださって本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。いや、はい、本当ね、いつも楽しいゲストさん、お迎えされてトークをされてるってところで、私もですね、はい、おまけの方も聞いたりしておりますのでそう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 、はい、ね、いつもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。そして2月にも2月じゃない、ごめんなさい、3月ですね、3月に名古屋お越しの時にも、はい、お会いさせていただきましてありがとうございます。こちらこそです。すっごく楽しかったです。皆様にお会いできて、はい、今日ツイッターでね、その写真が流れてたんですけど、ええ、なんつう写真を使ってくださったんだと思いつつ、いや、まあ、非常に、はい、ありがたいツッコミどころ満載の顔でね、はい、でなんかちょっとバックグラウンドでね、よからぬ写真も、ね、カットインされてましたけどもよからぬ、はい、ちょっと濃い人ですよね、まあ、後ほどその男は出てくるんですけども、うん、まあ適当でいいですからね。あ、わかりました。はい、前回のね、はい、一番最初の電話ゲストの時に、はい、もうほとんど王子に食われたので、今日はちょっと繰り返そうと思います。うん、大丈夫ですよ。余計なこと喋りましたらマイク切りますので。あ、わかりました、はい。まずはですね、はい、その3月の時にお会いしました。隣の隣のものに変わります。隣の隣の。隣の隣の。隣の隣の、はい、味噌煮込み好きです。ご無沙汰しております。味噌さん。お願いします。はい、名古屋にお越しいただいて本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ね、ラジオで普段はラジオ越しでなんですけれども、はい、やはりこう実際にお会いしてお話しするのは本当に楽しい時間でした。いや、あっという間でしたよね。本当にあっという間でしたね。本当にね、はい、名古屋飯もいろいろ召し上がっていただいて、しかもいろいろ褒めていただいて、もう味噌煮込み好きとしては味噌煮込みうどんが美味しいと言われると嬉しいです。もう本当に味噌煮込み好きさんも私は大好きですし、ありがとうございます。味噌煮込みうどんも大好きになりました。ありがとうございます。はい、ね、実際に今ですね、はい、9時からです、金曜日の21時からラジオやられていますけれども、はい、生放送ってやっぱりどんな感じですか、感触というか。そうですね、本当キュンゴヤさんの影響で生放送を始めて1年半が経ちますが、はい、楽しいですね。やっぱり一番楽しいのは、はい、やっぱり私その今ツイキャスの皆さんのコメントと、あと自前でフェイスブックライブをやってまして、両方のコメントを拾わせてもらってるんですけど、 あれがね、結構楽しくて、たまに拾いきれないんですけど、なんかたくさんコメントくださるのがやっぱりゲストの方も喜んでいらっしゃるので、もうね、バンバンコメントくださいって感じです。あ、なるほど、ね、いつもゲストの方がですね、本当に幅広いジャンルで、はい本当ですよ ね、 ねえ、いや、もう本当になんていうんですかね、もうもちろんコンビニ関係の方もいらっしゃいますけれども、はい、それ以外のジャンルの方もね、たくさんゲストに出ていらっしゃるけれども、はい、いつもゲストっていうのはやはりこう どのようにしてというかね、はい、こうお知り合いになるんで、やっぱり仕事関係なんでしょうかね。そうですね、仕事関係で出会う方がほとんどですね。あとは、はい、その仕事でつながってる方からのご紹介も結構あるんですよ。あー、なるほど、紹介して、はい、友達の友達はみんな友達じゃないですけれども、そうそうそうまさにまさにこうつながっていくということですよね。そういうことですここでちょっと賛同していただけるとちょっとほっとしますね、私もなるほど、ありがとうございます、ね、そうなんですよ。実際にですね、こう、はい、ね、リテールクリエイト社会
保険労務士法人ということでですね、実際の業務、はい、ピンとこない方が多分この番組を聞いていらっしゃる方も、まあ、私も含めてですけれども、きっといるので、なんかこう分かりやすく説明していただけたらと思うんですけれども。ありがとうございます、まあ、いつもラジオのお姉さんみたいになってるんですが、本当は会社で働く人たちのいろんな保険と呼ばれるものですね、例えば労災保険とか雇用保険とか社会保険って呼ばれるもののお手続きをさせてもらっている仕事なんです。あとは給料の額をどうするとか会社のルールどうするっていうのを社長とか経営層の方と一緒に考えて、それを作っていく仕事でもありますね。なるほど。なかなかですね、やはりこう会社もね、いろんな規模の会社がありますけれどもね、もしかしたらちょっとまだ会社を立ち上げたばっかりで、あんまりこうどうしていいのかな、給料はどうしたらいいのかなとか、雇用保険のこう細かいことがよくわかんないなとか、そういった方の見方っていうことですよね。そうですね、もうぜひスタートアップの方は右も左もわからない状態で人を雇うこともあると思うので、そういった時にご相談していただけると嬉しいですね。なるほど、心強いというか力強い味方になるということですね、はい、そしてですね、ちょっとこう目をパチパチしながら今か今かと待ってる方がいるんでちょっと嫌かもしれないですけど、変わっていただいてもよろしいでしょうか。あ、はい、なんか生声でポン出しすればよろしいですか。え？お久しぶりでございます、王子でございます。お久しぶりです。あのね、王子、はい、本当ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございました。もう王子はね、安さんにね、もうお困りごとがありますんで、ちょっと相談したいことがね、もうすでにありますけども。何でしょうか。もうこのね、ゲストさんが、スタートした時点で私ね、正座しておりまして、うん、もうすでにね、しびれちゃって足崩してもいいかなっていう。お黙り。どうぞ。ありがとうございます。本当に ね短時間の間に足がしびれましたんで。どうして正座しちゃったんですか。いや、それはですね、もうスポンサーさんでもありますしね、もうきちっとした形でね、お話ししないといけないなと思って、本当にね、王子ね、個人的にお困りごとがいっぱいありますけどね。お困りごとだらけだ。あ、あれですか、お仕事上のお困りごとですか。それともラジオでの、まあ、個人的なこの、まあ、で例えばね、こうなかなかね、健康的な食品を食べててもウエイトが全然落ちないとかね。ふざけるな。そうするとで自分の好きなね、こうズボンもこう履きづらくなるとかさ、いろいろあるじゃございませんか。おだまり、うん、おだまり出ましたね。え、はい、いや、ね、このいろいろこう全てのことに関してね、ご相談するとね、いい答えをいただけるんじゃないかなと思ってお話をしてるんです。王子滑ってます。わあ、すごい生だ。今ポン出しかと思ったけど違う違う。え、なんかすごいいいタイミングで出たよね今ね。いや、ちょっとなんか感激ですね私。生ポン出しです。だって生で聞きましたもの今。いつもね、いつもはね、ダンサーズさんに、はい、そうです、出すタイミングを任せているので、今回はちょっと私の判断で生ポン出しさせていただきました。いい感じですね。王子もびっくり。もう今ツイキャスがざわざわしてますからね今。ヒュージージー新地さんもすげーってなってますし、タカボさんも生声ってなってるし、沖縄大輝さんもまさかの生声で、カープボーイさん、さやかちゃん最高、素敵、可愛い、面白いって。あら、ありがとうございます。本当にね、今ね、次の言葉が出なかったですよ。ダンサーズがね、ポン出したのかなと思ったもん。本当に。その割にはね、リバーブかかってないなと思ってた。そう思います。うん、そう、ね、埼玉の郷さんもリアルボイスって。王子もたまげちゃいましたよ。もうだけどね、お会いした時に、まあ、2人からはね、よくね、このセクハラ行為と言われてましたけども、ね、先ほどの写真の、ね、件もございますけども、こういろいろね、テンションが上がるとね、自然な形でボディタッチしたりとかね、そういうのが王子ございますけど、その辺大丈夫でした。今もう絶対だったじゃない。この親近感が湧くようなこのね、うん、私のライフスタイルでございますけども、うん、だいぶ距離感が近かった気がします。あ、そう、セクハラです。
え、それがセクハラなの？そういうことになりますね。はい。あら、いや、あのね、もうね、やっぱりね、ヤスさんとね、あの生でお会いできたらね、もう私はあの一ファンとしてですね、もう本当にね、お近づきになりたいじゃないですか。ね。いや、でもありがとうございます。嬉しいですよ。王子、本当は嬉しいですよ。ありがとうございます。こちらね、こちらこそ本当に。ね、だからね、はい、そう思うとね、いつもよりかはね、あの多くボディタッチをしています。王子もういいかな。何がもうですね、うん、先ほどのですね、はい、やはりあのヤスさんの会社の紹介がまだ半分しかしないんです。うん、あ、そうですか。はい、はい。ね、そのやはりこう会社を立ち上げたばかりの方のお困りごととかにも ね、うん、ね、相談にも乗る、はい、ということなんですけれども、はい、やはり連絡先など教えていただけたらと思います。はい、あ、はい、いつもの CM で流している電話番号が0353571182、はい、あの CM も私の声で、はい、流していただいてるんですけど、はい、そのお電話にいただくか、もしくはリテールクリエイト、はい、社会保険労務士法人、ちょっと長いですけど、はい、リテールクリエイトでもおそらくうちのホームページ出てくると思うので、よろしければそちらからアクセスしていただければ、なるほど、お問い合わせなんかございます。検索していただいて、はい、リテールクリエイト社会保険労務士法人もしくは神々だ、リテールクリエイトで検索していただいて、はい、お問い合わせいただけたらと思います。はい、はい、お願いします。そうだよね、あの最近だって王子はですね、うん、なんとかかんとかね、噛まずに読めるようになったぐらいですからね。あ、そう、一番最初聞きましたよ、王子の、うん、社会保険労務士みたいになってましたね。そう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 、だいたいね、はい、漢字が多いと、ね、読みづらいんだよね。カタカナもありますよね。カタカナでもダメだったし、英語はなおさらダメだったかな。いや、まあ、全体的ですね。全体的にね、まあ、ね、長くやっててもですね、なかなかね、うん、口のね、この滑りだけはね、滑らかになりませんので、だから地獄を見るわよ。だから皆様がね、滑ってるよとかね、はい、言われますけども、なかなかそんなことはないんですよね。まあ、よく言いますけども、きっちりかっちりやってますので、今日みたいによかったよね。ね、ヤスさんとこういうお話できたよね。いやいや、素晴らしい気話だったよ。ペーターさんが、ありがとうございます。ペーターさんが、ツイキャスで地獄はまだ見ないようだってつぶやいてたのに、とうとうやっぱり地獄を見るわよっていうポン出しが出てしまいましたので、はい、高坊さんもイエローカード出してますし、ツイキャスでヤスさん、この、はい、この男に何か言いたいことありますか？そうですね、うん、幻のポン出しが出せるように頑張ってください。うん、そう、実は、実はですね、うん、そうそう、ヤスさんに一つね、うん、幻の王子が希望する言葉を、ね、うん、そう、リクエストしたんですよね。リクエストしたポン出しがあるんですけれども、うんうん、ね、ヤスさんまだ出てないんですよね。そうなんですよ、ね、今か今かと待ってるんですけどもね。毎回出していただければ結構なんですけど、あ、もう切りましたので、はい、はい、最後にですね、ラジオの番組の紹介もお願いいたします。もう一度、はい、ありがとうございます。はい、毎週火曜、あ、火曜日じゃない、失礼しました。毎週金曜日夜9時から9時56分で社労士安生課ウィークリーコンビニラジオというラジオをやっております。旧長屋さんと同じで生放送でお届けしております。ゲストの方をお迎えしてますので、ぜひぜひ皆さんの中でゲスト出たいっていう方はですね、ツイキャスなどでコメントください。よろしくお願いします。はい、はい、金曜夜21時、はい、ぜひ皆様お聞きいただければと思います。はい、あ、入れるの、入れるの、はい、どうぞ。今なんかゲストなんか呼んでましたよね。あ、出ます、王子、全然いいですよ。ですか、誰からもオファーがございませんので。一回出ていただきましたけどもね、またぜひ、うん、はい、出たいの、いいの、はちゃめちゃになっちゃうけど大丈夫かな。大丈夫です。あら、あら、はい、それは皆さん、はい、ということで、はい、時間となりました。はい、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本日は、やすさやかさんでした。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、
古屋。メールご紹介します。はい、こちらもですね、先週の時間で来ています。はい、マンタキラジオのみなこさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。お元気ですか？ん？いや、みなこさんにお元気ですかってちょっと一言言いましたけども、はい、あのお二人ともあの反応しませんね。いや今ね、ごめんなさい、メールの内容を読んだのかなと思ったから違いますよ。聞いてたけど、当時個人的にも元気ですかって言ったのね。はい、そうでございます。はい、はい、私は平日の朝から夕方までは長野県のラジオ番組を聞いています。県外のラジオってパーソナリティの話し方の方言やイントネーションが楽しいですよね、うんうん、こんな感じかな。あ、王子はお風呂にどのくらいの時間をかけてますか？全然違うこと聞いてますね。びっくりした私も、うん、なんか方言の話来たから、そうそう、ね、私もなんか王子方言で喋ってっていうのかなと思ったら、まあまあ、方言といえばね、みそさんでございますんで、ね、まあ一言、まあ、久しぶりになんか名古屋弁を。なんでいきなり振るのそれを。いやいや、一言なんか名古屋弁をね。まあ努力したことばっかり言っとってかんわ。あんたどりゃ上手だね。で、だけどね、王子お風呂にどのくらいの時間、はい、うん、あのね、昔はね熱いお風呂に結構長く入ったんですね、うん、で最近はですね、もうシャワーでもいいぐらいのこうバッとこう浴びるぐらい、全身を洗って、まあんなとここんなとこいろいろね洗いますけども、ね、でシャッとかけて、まあ終わりになるぐらいですから、どうでしょうね、15分ぐらいだと思うんですけど、最近はちょっと早めですね。昔はあの1時間近く入った頃もありますけども、どん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 ね、あのお肌に悪いような気がしてきて、熱いお風呂に長いこと入るとね、なんでなんかね、そんな気がしたんですよね。なんだろう、髪の毛に悪いのかな、うん、心臓に悪いのかな。まあまあ心臓に悪いでしょうということでございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてですね、実はもう30分過ぎましたけれども、はい、もしかしたらラジオをつけて、もしくはツイキャスをつけて、びっくりされた方がいるかもしれないので、ここで、ダンサーズから一言お願いいたします。はい、あの今あのツイキャスでもお知らせしたんですけども、はい、壊れかけのラジオ、はいはい、こちらの番組は、月曜日22時へお引越しとなりましたので、はいはい、そしてですね、壊れかけのラジオさんもなんと1時間番組になりましたので、うんうん、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。ねえ、キウ名古屋、うん、壊れかけのラジオ旧名古屋ともども1時間番組ということで、うん、はい、ね、うん、こう聞き応えのある番組になりましたのでね、はい、両番組ともパワーアップしましたので、うん、パワーアップしましたので、ぜひぜひ聞きくださればと思います。お聞きいただければと思います。はい、そして、はい、今日壊れかけのラジオがあるかなって聞いて、いきなりなんかよくわからない3人が出ていてびっくりされた方申し訳ありません、うん、月曜日の、うん、ね、はい、月曜日にお聞きくださればと思います。はい、月曜日22時ですね。22時です。はい、埼玉のゴーさんが絶対コンバースでって打とうとした人いそうって。そうですよね、そうだよね、間違えるよね。はい、はい、うん、じゃあメールご紹介しますね。はい、はい、ラントさん打って消したってそう、やっぱりそうなんだそうですかねえ、はい、はい、メールご紹介しますよ。はい、お願いします。はい、マスクマンさん、もうマスクしてないやしって、もう、あ、そうですね、もう、こうコロナのねあれも、ね、収まりてきてますので、まあ、一応、マスクはなしでね、あのお届けしてますけども、まあ、なんかね恥ずかしいな、あのいつもずっとマスクしてましたんで、うんうん、で今日は特にですね、あのダンディーにちょっとこうひげ生やしてねいますけども、いい感じかなと思ってるんですけど。王子滑ってます。これ滑るそうなの、ね、じゃあ次回はちょっとだけあの整えていきますいいよ。はい、みそぬきみスキーさん、ダンサーズさん、はい、こんばんは。1時間枠おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。沖縄のホテルのビュッフェに非常に興味津々です。季節に応じてたくさんの趣向を変えたお料理にはもうよだれを垂らすほどに食い入ってしまいます。
映像でも写真でも見ることがあります。飛行機に乗って食べに行きたいほどです、ということでございます。じゃあ、あれですね、沖縄のホテルなんかのビュッフェは、うん、豪華な感じの、うん、食事が出るということなんでしょうかね。あー、ビュッフェは豪華なところもありますね。いろいろありますけどね、うんうんうん、なんかそのいろいろやっぱりホテルによってこだわりがあるので、ね、ちょっと沖縄のうちのあの料理を、うん、なんかちょっと取り入れてるところとかね、はい、うんうん、まあ特色がありますもんね、うん、ホテルのね、うん、はい、ありがとうございます。そうなんです、ね、うん、いつもあの上宿があるんですけども、うん、そこの朝食に出てくるクーブイリチ美味しいですね、うん、そう、いつもですね、うん、朝食がビュッフェスタイルではなくて、うん、まあコロナ禍以降ですね、うん、まあお膳というかね、あのトレイに出てくるんですけれどもね、毎回品数が多くて、でこう沖縄の食材というか沖縄の伝統の料理をね、うんうん、こう盛り込んでるんで、うん、いやーなんか嬉しいんですよね、いつも、うん、そうでしょうね、やっぱりね、うん、沖縄のこう料理が出てくるとね、ありがたいですよね。ねえ、そうなんです、大抵ですね、うん、那覇に泊まるとその前夜は飲んでることが多いので、うん、はいはいはい、その飲んだ時の翌朝にすっごい心地いいんですよ、うんうんうん、ボロボロジューシーがね、うん、またいいんですよね、はい、何そのボロボロジューシーって、まあそうですね、なんて言ったら雑炊みたいなもんですかね、はいはい、うん、オジの場合はね、トークがボロボロだけどね、うん、そう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 、トークがボロボロってやつですね、はい、そうなのはい、はいはい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、続いてですね、おばあからもらったプライベートジェットさんからです、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。今日から放送時間延長ですね。どんな放送になるか興味津々ですね、王子のトークコーナーもあるのでしょうか。うん、なかなかそれ作ってもらえないんだよね、うんうん、このまあ、王子のぐだぐだ話がねどんどん長くなっていくっていうのはありますけども、おだまり、あら、おだまりになっちゃった最近は暑くなったり朝晩は涼しかったり体調を崩しやすくなっていますのでお気をつけくださいね。今日も放送を楽しみにしています。ありがとうございます、ありがとうございます。高坊さんがね、はい、あの前にのぼてる沖縄那覇にて県産品野菜を使ったビュッフェいただきましたよ。あ、いいですね、いいですね。埼玉の郷さんは、うん、僕はほぼ毎日何かしらの沖縄料理を食べていますということでね、あ、いいな、やはりね、うんうん、やはりあの奥様が沖縄県出身ということで、いいですね、うん、いいですね、あ、ヤスさんはね、土日で沖縄行きます、うん、楽しみ、重心ですって。そうだ、なんかラジオもされますよね、確か 特番されるんですよね。そうなんですか、おって聞きました。おうおうおう、いいですね。そうですね、うん、土曜日何時からでしたっけ、あの FM 議論で特番されるって聞きました。ヤスさんが、ヤクザヤスさんも喋るっていうふうに。あ、本当ですか、はい、いいですね、よければのツイキャスにコメントいただければと思います。はい、うん、はい、ですね、じゃあメール、あ、そうですね、じゃあ、名古屋は栄養コーナーに行ってみますか、うん、はい、名古屋は栄養コーナーです、はい、はい、でもやっぱりね、こう名古屋に関する興味津々となるとこの金名古屋のね、まあ、メールにもございましたけどもね、うん、なんか王子がなんかやってくれるのかなとかね、だ、うん、からそんなね、期待というかね、はい、そういったものがちょっと伝わってきますけども、なかなかそこにね、このダンサーズがね、ねじ込んでくれないんだよね。まあ、計画はしてますよ、うん、まあここで言って、うん、具体的なまだ日にちは、うん、分かんないですし、うんうん、ね、人選というところもあるんですけども、はい、滑りないとやろうかなと。お、ただちょっとまだ日にちと、はい、チャレンジャーの方を今、うん、ね、検討中です。あ、そうでございますか。でも、滑りないともう1時間になっちゃうんですよ、うん、30分だったらまあ我慢ができるようなものですけれども、うん、もういいですね、1時間時間の無駄遣いだよね。だったらどうなるのかなと。え、時間の無駄遣いじゃないですか。いや、これはね、とってもね、内容の濃いね、うん、滑りナイトになると思いますよ。もう本当にね、皆様がね、
どんどんねこの応募をしていただきたいなぐらいですね、本当にあの王子とねこう、うん、あのセッションではございませんけどもねトークしたいなっていうね、うん、うん、もう埼玉の郷さんがゲってちょっとすいません、それってニーズあるんですか？うん、あそれはねあの王子個人的にはね、はい、とってもあるような気がするんですけど、はい、あの皆様の反響はどうなのかがねわからないんですけども、はい、うん、もう王子個人的にはね、うん、もうどんどんね、うん、王子にチャレンジしてほしいなと思いますね。いやー、FMJG の新一さんがね、はい、滑りないとドロドロのドロドロの1時間を期待あードロドロの1時間かこれドロドロと、ね、なるとねまた、トークの内容も変わってきますね。うん、うん、こうちょっとねあちょっと待って、ラントさんが王子の相手しようかって、大変だよ大変だよ、うん、ちょっとうん、あの候補者が大丈夫、はい、大丈夫ねえまたラントさん、あのこの私たち両サイドのものがあの手を焼いてるんですよ、うん、うん、あの大丈夫かな。でもねこうリスナーの方もね優しくてねなんかこうね、うん、王子のねお話についてきてくれてね、あのラントさん、うん、面白いですよ、うん、王子の話聞き流せばいいんだよねってあ、まあそれもですね、うん、あーヤスさんがね、滑りないと経験者ですが相当大変ですよって。そうなの？ある意味被害者じゃないですか。もうシュプリームさん、王子を怠慢で晴れる、あ、王子を怠慢が晴れるのは美奈子さんと読谷のロックスターぐらいじゃないですかあーロックスターとは波長が合いますからね、うん、カッポーさんが僕も30分だったらやってもいいかな苦笑いって書いてそう、やっぱり30分が限度ってことですよ、ね、限度なんですよ、うん、大丈夫だって全然ね、まあ普通のね、うん、あのお話ですよ、こう凝った話をするわけじゃねござんせんのでね、うんうんうん、まあまあ世間話と考えてね、うんうん、お話ししていただければね、うん、時間はどんどん過ぎていきますので、あの沖縄大好きさんが王子の会話を川に流して拾ってまた流せばいいのかな、え、それ循環じゃない拾っては流す、うん、循環したくないななんかねこれいい表現ですね、可愛いのが綺麗な感じですよ、そしてですね名古屋は栄養コーナーなんですけど、はい、うん、まあ興味津々ということで別に滑りないとかの話題をしようと思ってこのコーナーをやったわけじゃないんですけども、はい、今興味津々といえばやっぱり、はい、名古屋駅のですね、はい、工事、あ、そうですね、そう、うん、ねえリニアモーターカーの、そうだね、リニアモーターカーが、ね、入るようにね、うん、大工事してますね、うん、してますね、今ねちょっと大変なことになってますけれどもね、うん、まあその大工事が終わって、うん、開通したらどうなるのかなっていう、うんうん、あれでも どれぐらいであれなんですかね、うん、こう月日としてみたらね、ただあれっていつでしたっけ、2027、8、ただやっぱりまだ、うん、まあ、主要な駅はともかくとして、うん、まだ途中の場所ですよね、はいはい、結構難工事なので、うんうん、 ですね、あと名鉄名古屋駅も、うん、はい、ね、ちょっと移動するっていう話も出てますし、あ、なるほど、うん、まあ、大工事になってますね、大工事ですね、はい、うん、まあ、本当に今名古屋駅、うん、工事だらけですね。ね、まあ、ちょっと今ね、名古屋駅お越しになった方は分かると思うんですけれどもね、うん、ちょっとまだ道がまっすぐじゃないのでね、うん、こう日によって道が変わったり、うん、なんか塀ができてたり、ちょっと大変ですけれどもね、うん、あ、ラントさんが言ってますね、やっぱり名古屋、愛知県民としてはリニア待ち遠しい、うんうんうん、でも静岡が難工事なんでしょって、そうそうそう、そうなんですね、うん、あちらの方がちょっと大変 で、うん、であとシュプリームさんが、うん、川勝静岡県知事と川村名古屋市もう濃い人ばかりだな、うん、なんかいろいろ起こりそうな感じですけどもね、そうだね、ということで、ということで、はい、名古屋は栄養コーナーでした、はい、キユナ名古屋。はい、メールをご紹介します。はい、お願いします。はい、対名古屋チームの皆さん、こんばんは。
最近目が痒いアレックスです。あら、どうしたんだろう。どうしたの。何か飛んでますかね。花粉症、いや、もうアレルギー、ね、アレルギー、うん、なんだろう、アヘンやヘロインの勉強会があり計5回参加しています。麻薬や睡眠薬にも昔は使っていたそうです。一番興味深いのが、がん末期患者に使う方だけど、がん患者は依存症にはならないそうです。あ、まあ、なんか痛み止めで、そういうヘロインとか使いますもんね。そういった勉強会に出られてるってことなんですか。うん、いや、わかりますよ。うんうんうん、あ、すごいですね。そうなんですね。うんうん、まあ、これ医療関係の感じみたいですよね。なんかこうやって見るとね。まあ、王子よく言われますけども、うん、別にお酒飲んで、ね、ヘロヘロになってるわけでもないんだけど、うん、まあ、こう薬物と同じぐらいの、感じがしてこうおしゃべりしてるんじゃないかと言われたことがございますけども。地獄を見るわよ。酔っ払って喋ってるのって言われたことがございますけども。地獄を見るわよ。完全なシラフでございますんで。地獄を見るわよ。だよね。あ、シュプリームさん、自分も目がかゆいです。王子何か飛ばしてますってあ、埼玉の郷さんが今はイネ科の花粉だよって。あ、イネ科、うんうん、沖縄もイネあるのかな。イネ科、イネ科飛ぶんかな。うん、あ、確かにね、この辺はイネ科の、そう、沖縄もね花粉飛んでるらしいんですけど、うん、そのこちらとの種類が違うらしいですね。うん、あ、なるほど、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。メール紹介しますね。はい、進撃のめいちゃんからです。ありがとうございま す。ついに今日から1時間昇格、本当におめでとうございます。1時間に興味津々ではありますが、ただ一つだけ不安なことがあります。はい、いずれはマスクマンによる滑りナイトが1時間やるって思うと不安になります。ほらほら来ましたよ、メール。そしてお礼が遅ればせながらになりますが、土曜日は臨海でお会いできる感動、あれですね、ね、土曜日に参加したあの、ね、オフ会ですけれども、本当に良かったです。画面越しではなくリアルのダンさんとみそにさん、マスクマンさんはあれ、なぜいなかったの、境に行ってましたか。ぜひイベントでまたお会いできたら嬉しいです。今度はぜひダンさんとみそさんとマスクマンさんとでセンベロしたいです。そうね、以前ちょっとしたんですけど、ちょっと時間足りなかったんですよね。うん、一つ聞いてもいい？はい。めいちゃんもいらっしゃったんですよね。はい。また王子にいじられそうなネクタイしてました？ネクタイ？あれ、どうだったかな？ネクタイはしてなかったと思う。してなかった？私がしてた。あ、そう。うん、めいちゃんはね、なんかね、いつもこうネクタイをしているね、こう臨界の時にね、イメージがありましてね、王子がいつもいじってたっていうね、その記憶がすごくありますので、今回もね、ネクタイをねしていらっしゃったんかなと思って。あ、ケネスさんが、はい、右目の視力が落ちたのは王子がなんかばらまいてるせいですか。ばらまくってね、さっきからみんなが、まあ、昔よくね、なんか飛ばしてますかとか、なんかばらまいてますかとか、以前ね、どんなイメージなんだろう。以前話題になりましたよね、滑り菌っていう。滑り菌がねって言ってましたけどね、そこまで繁殖力強くないと思うよ。うん、ね、まあ、それは単なる体の不調っていうそういうあれじゃないのねえ、なかなかでございますよ、この王子のパワーも。はい、続いてですね、ダンサーさん、みそさん、摩擦抵抗ゼロエクセレントスベリー王子、リスナーの皆さん、こんばんは、シュープリームです。ありがとうございます。ありがとうございます。先週の放送は大事な大事な友達と中で飲んでいたため参加できませんでした。ああ、はい、存じております。存じておりますというか、なんかね、そう言っていましたね。はい、はい、そして6月からついに恐れていた、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 うん、おとい待ちに待った1時間かということで、ダンサーさんのご苦労が増えることになりそうですが、明日の仕事に影響が出ない程度に頑張ってください。ああ、これ1時間だってね、こう素晴らしいことなんですけども、こうダンサーズご苦労しちゃうの。いや、この男の制御しなきゃいけないでしょ。あ、制御、あ、私のこと。はいはい、そうよ。 あ、そういうことね。はい、あなたです。はい、最近ガチで興味津々なのがドローン操作免許です。そう、鳥の目で見たようなダイナミックな
噴火撮影がしてみたいんですよね、うん、富士山とか沖縄のバンタ残骸でをドローンで撮影したらかっこいい写真が撮れるんだろうな、うん、ちなみに王子は境で呼び込みをしているお姉さんに興味津々で理性が抑えきれずにホイホイとついていってしまうっていうのは本当ですか。なんかみんな何かかんか栄え栄えっていうフレーズが出てきて面白いですね。栄えやっぱり出ますね。シブリムさんね、呼び込みでお姉さんはいらっしゃらないのでだいたいまあ、お兄様が、ね、いらっしゃいますので、うんうん、その人にホイホイついていくことはございません。あ、なんで呼び込みってお兄さんなんですかね。なんかね、まあ、黒服黒服って言いますけど、うんうん、男性が多いですね。まあ、中にはですね、うん、ボーイッシュな女性がいらっしゃいますね。見るからに、はい、こう単発でですね、うん、お姉さんなんだけどもう、男の人の格好をしていらっしゃるっていうね、はあはあ、まあ、そういう方が、ね、呼び込みでいらっしゃる時があるんですけど、はい、まあ、大体男の人ですけど、うん、まあね、そういうのについてってもね、うん、結構ハズレ多いんだよね。お黙り安くしますけどって言って入るんですけど、うんうん、結構ハズレが多いんだよね。お黙り、うん、ちゃんとしっかりしたところでね、教えてもらうならいいんですけど、やっぱりこうクロークさんというかね、呼び込みの人もお店とねタイアップしてますので、バッグがもらえる、お金がもらえることがありますので、まあ、たくさんお客さんを掘り込めば掘り込むほど自分のバッグが多いということで、まあ、いいも悪いもないような感じなんですけど。いいですね、これってここで力説することなの。いや私もさじっくり聞いてたんだけどさ、ここに力説することかなと思うんだけど、のねちょっと言いたくなっちゃった私の経験上、はい、ということでございます。はい、メール紹介しますよ。はい、はい、ゼニガタ警部さんからです。ありがとうございます。興味津々といえばリスナーになってから本能で感じたことですが、私が興味津々に思うのは放送業界の世界が興味津々です。放送業界の仕事は時間が不規則でハードとは聞いてますが、興味津々がゆえに雲地の朝の情報番組であるアップでは朱之助さんが外で中継している際にって、今ね朱之助さんじゃないんですけどね、はい、半分マジで朱之助さんを逮捕して、さすが銭形警部だな、雲地の放送局内に乱入しようかと思ったほどです。いやダメです、それは、はいはい、放送業界で興味津々がゆえに首を突っ込みたくなりますねって、まあまあリスナーでおとなしく聞いてくださいということです。私あれですもんね、はい、アップル朝のオープニングの時に出ましたよね、ん中継、うんうんうん、ああ、はい、ねえ、はい、ちょっと喋らせてもらいました、ね、やっぱりリスナーさんが出るコーナーは結構貴重ですよね。そうです ねアップなのにねシャキッと会えて言いましたね。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、続、はいてですね、こちらは沖縄大好きさんからです。はい、ありがとうございます。僕の興味津々なのは昨年のハロウィンウィークで沖縄ワンヒーローズから大地マンの仮装をさせてもらいましたが、特撮のコスプレしている人たちは材料の時間、マスクの視界はどうやって作っているのか気になりますね。 YouTube で作り方はよく見ますが、必要な材料はどうやって手に入れているのか興味津々です。あということですね、うん、あまあね見てるとね、どうやってやってるのかなって、既製品であるならいいんですけど、うん、全部手作りの、ね、方多いですので、うん、それがね興味津々で見ていらっしゃるってことですね。はい、うん、ってことは仮装してるんだな、ね、ハロウィークだから、ね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もう、うん、そろそろですねエンディングなんですけれどもね、うん、はい、1時間なのになぜメールが全部紹介できなかったんでしょうね。それは王子が力説してるから。そうだよ。もうなんでそんなでしょ。でそれですね、今すごいしょうもない話って言いそうだった。いやそれでですね、ね、おまけのコーナーが以前あったんですけれども、うん、1時間番組に伴いましてですね、それがないのでちょっと反省会ができないなというちょっと残念なお知らせです。はい、ということでエンディングです。はい、来週のテーマはタイミング。来週のテーマはタイミングです。あなたのタイミングエピソード教えてください。この番組は
陸上海上輸送を一貫サポート名古屋東海共和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプルエイト、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町ぐっちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市中田おやつと軽食の店夢屋、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたしました。はい、1時間お聞きくださいましてありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。この後は引き続き FM ギノワンで FEC チューンをお楽しみください。はい、閉廷。え、喋れます？あ、そうか、うん、いやどうでした1時間。よかったですね。いやもう余計なこと喋りすぎですよ、やっぱり1時間でも慌ただしかったね。余裕があるなと思って喋ってたらね。そうです、はい、また来週です。ありがとうございました。